どうもキリンです。ニコ動の諸君、日本一の映像制作軍団であるニコニコ動画のパワーを見せつける時がついに来た。ついに実現、 NHK とニコ動が奇跡のコラボ。その名も NHK 携帯大喜利のオンエアを目指しとくプロジェクト。ニコニコ動画をご覧の皆さん、 NHK の携帯大喜利では笑える映像を大募集しています。お題は6つ。なんか腹立つ、かっこいい、切ない、なんでやねん、かわいくない、ショック。答えを30秒以内で映像化してください。携帯大喜利が動画を始めた。それならばお題はそのままに、ニコ動は一層コメントのついた動画ごと携帯大喜利のオンエアを目指しとくかと企画が発足。田村君にかかればですけど、もうかっこいいがよ、全部もう立ってるだけで成立しますか。いや、おかしいやろ。嫁は金目当てで結婚してきたんですよ。違うわ、もう金もないねん。ほらほら、もうほら、もう切ない、もう切ない映像撮れてる。みんなが投稿してくれた映像の中からニコ動のベストを決めるスペシャル番組をニコ生で放送させてもらう。我々の作品もそこでお見せしよう。さらにそこで選ばれたベストオブニコ動作品をもって、俺たちが9月15日放送の携帯大喜利殴り込みに行くぜ。行くぜ。果たしてニコ動から何本の作品が紹介されるんでしょうか。ニコ動クリエイターたちの底力に期待しています。日本中を大爆笑させましょう。
です、1曲目はオスタープロジェクトさんへ演奏していただきました。改めましてようこそボカニコナイトへ、 MC のノエルナです。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあボカロ P が主役のライブイベント、ボカニコナイトライブステージ、今日は Day2、昨日の電話もすっごく盛り上がっていましたが、皆さん今日も張り切って盛り上がっていきましょうというわけでございまする。はい、では引き続き2曲目をですね、オクタープロジェクトさんによろしくお願いしたいと思います。頑張ってください。よろしくお願いします。わあ皆さん今日は暑い中よくいらっしゃいましたあ、なんか本当に普段家に引きこもって曲作ってるだけだからすごい慣れなくて何話していいのか分からんですあ、そう、そういえば今日、今日じゃねえや、今年の初めに私このニコファーレでライブさせてもらったんですけど、まあ、あ、音が消えたそう、なんかまた戻ってきちゃったみたいなで、その時にバックで演奏してくれた方が今日も後ろに、うわー、いるいる、あ、こっちにもいる。あ、ドラムの人なんか変わってるというわけで、こういうね、頼もしいね、メンバーに囲まれて演奏できるんで、はい、私は適当に弾こうと思いますはい、じゃあ次の曲いきますかね。なんか割と変なんか可愛い感じの曲ばっかりのイメージが先行してるんですけど、ちょっとそのイメージを打開すべく、ちょっと今回は人を殺しちゃうぜみたいなはい、2曲目、キツネの嫁入りです。
ていうね、はい、おどろおどろしい曲じゃったの。いやあ、なんだなんだ、何話そうとしてたか忘れちゃった。何でしたっけ。誰も助けてくれる人がおらんだという。あ、そう、いつも私ライブの時にすげえロリロリな服を着てくるんですけど、今日はね、すげえシンプルにね、してきちゃいました。まあ、動きやすい格好がいいやなと思って。はい、まあね、曲がね、あまりにも激しいんでね、運動量もかなり すごい運動量をこなさないといけないんですけど、一向に痩せないのはなんでなんでしょうかね。なんか、あ、この茶番はいいから次に行けと。つっても次で私最後なんですよ。あ、気持ちいい。あー、これもうずっとやってたいんですけどね、本当は。もうでもあれですよ、他にもね、いろいろ素晴らしいねクリエイターの皆さんがこれから登場する中では、もう僭越ながら最初に、私いいのかな、これ今の時代の流れでオスター最初でいいのかなってちょっと思いつつも最初にやらせてもらってるわけなんですけど、まあ、まあこれからね、すごいすごい超超すげえ人たちがいっぱい出てくるから、俺はワクワクすっぞ。というわけで最後まで今日は楽しんでいってくださいね。それでは次の曲いきたいと思います。ミラクルペイント。シャンボンテンポッポッポッポラッポ、シャンボンテンポッタクリナンポナ、シャンボンテンポッポッポッポラッポ、シャンボンテンポッ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 
あ、いけます、いけます、いけます。いけますだそうです。いけるじゃあもう一回最初から通す感じなんですかね。なんか、すいませんでした。じゃあもう一回聞いてください。すいません。No
機材トラブルがあったみたいなんですけれども、すごいなんか素敵な演奏で、はい、Day 2の、オープニング一番初めだったわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。ビビりました。そりゃそうですよね。本当にね、でもちゃんとできてよかったですね。はい、というわけでオスターさんはボカロ曲以前はインスト曲が多かったと思うんですが、ボカロ曲を作ろうと思ったきっかけは何なんでしょうか。ボカロ曲っていうか、もう昔からインストを作ってた頃から歌物を作りたいなと思っていて、その歌物に興味あったんですけど、まあ、歌ってくれる人がいないなって時に、そのあのクリフトンさんのサイトでミクを発見して、でそれで買って歌わせてみたのがきっかけです。ね、いやバンドをね組みたくて、あのボーカルさんがいないっていう方のとかためにあったようなものですもんね、もともとね。そうですよ。曲はどんな時に思い浮かぶというわけなんですけれども、なんか曲いろんな時に思い浮かぶんですけど、なんかやっぱり外部からなんか自分の好きなパターンの音楽とかが耳に入ってくると、そこからなんか自分だったらこういう風にこの曲を展開 していきたいなっていう風に空想することがあるんで、まあ、なんかテレビ見てる時とか、その普通に買い物してる間にお店の BGM が耳に入ってきた時とか、そういう時に曲が思い浮かぶ感じです。なるほど、そうなんですね。妄想好きですか。ほぼほぼほぼ妄想好き、動詞ですね。はい。そういうことで、すごい素晴らしい演奏ありがとうございました。はい、また、皆さん大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。はい、というわけで皆さん盛り上がってますか。ありがとうございます。それでは次のボカロ P をご紹介したいと思います。次のボカロ P は演奏したみたのカテゴリーなどで活動しているピアニストでありながら作曲なども行っていて、ボカロ P でもあるスマラシーといえばこの人、マラシー。
皆さんこんばんは、マラシーです。よろしくお願いいたします。実は演奏してみたにも同じ名前で活動してるやつがいるんですけれども、マラシーって言うんですけどね、実はなんと僕と同一人物でございます。はい、よろしくお願いいたします。まあボーカロイド P ということで、実はまだあんまり作品は上げてないんですけど、ちょくちょく気が向いた時に、作ってね、ミクさんとかリンちゃんとかこうね歌わせる際にこう一通りね、まあもちろんやりたいことをやったわけでありまして、こうある単語を言わせたりとかね、多分ボーカロイド P は誰もがやってるんじゃないかと思うんですけど、まあでもこう実際自分の歌を歌ってくれるっていうのはね、ミクさんとかにもリンちゃんとかにも歌ってもらうのはすごい嬉しいことなので、やらせてもらっているというところであります。では次の曲に行く前に、僕の今日のお洋服を見ていただきたいんですけどね、どうですかこれ、皆さんどうですか、かっこいい、ほらかっこいい、ありがとう。あのね、半年ぶりに服を 買ったんですけど、僕実は出演にあたってこのライブを企画してるの偉い方にですね、マナシ君ねっていつも同じような服ばっかだからさ、たまにはちょっと新しい色買ったらどうかなって言われてしまってね、ちょっとそういう経緯があったので、ね、買ったんですけどね、そしたらね、あーあーんって言ってたから買わなくてもよかったかなと思って、まあ、というあれでですね、で実は次の曲ですけど、僕一人でやらせてもらおうかなと思っております。せっかくバンドさん後ろにいらっしゃるんですけれども、
次の曲は、夢ドキドキという曲なんですけど、僕一人で演奏させていただきたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございました。海ドキドキということで、ちょっとお水タイム失礼します。バンドと続いてたので、ちょっとブレイクしていただけたらよかったかなと思いました。では、続いての曲で僕がなんとね、なんと、なんと、最後のね楽曲と最後の、はい、ありがとうございます。はい、最後のね楽曲になってしまいますのでね、残念、誠に残念なんですけれども、ちょっとねあの最後の楽曲となってしまいまして、りんちゃんの曲なんですけどね、頭にこのミクさんつけてますけれどもね、りんちゃんの楽曲で、この間夏にちょうど僕ニコニコ動画4周年を迎えまして、その日に投稿させていただいた天月狐という曲がありまして、それをやらせていただきたいなと思います。この後もいろんな方出演されるので、どうぞ最後まで楽しんでいてください。マナシでした。ありがとうございました。
はい、いやー本当素晴らしかったです。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。楽しかったです。本当にいや指が綺麗ですね。あの弾いてる指を見てわー綺麗な指してるなって。いやもちろん演奏も素敵だったんでわけなんですけれども、さあマラチーさんの名前の由来はポケモンのマグマラシだそうですが、最近はポケモンやっていますかというわけなんですけれども。はい、やってます。ただあまり進められてないです。ルビーサファイアのリメイクが出たら僕は多分すごいやります。そうなんです。ポケモンが大好きなんですね。そうなんですね。はい、楽器は1日どれくらい弾いているんですかと。うん、なるほど。弾いてる日はすごい弾くんですけど、弾かない日は1ミクロンとも触らない日があります。1ミクロンとも触らない。え、ピアノの他に何かやられたりするんですか。あ、ピアノだけですね。そうなんですね。いや、何歳から音楽をやられているんですか。ピアノ始めたのが4歳なので、それぐらいからです。そうなんですね。いや、私ピアノができないんですよ。あのドラえもんっていう技あるじゃないですか、あのグーでジャンジャンってやるやつ、あれしかできないんですけど。いや素晴らしい。え、笑うところですか。そうなんですけれども、はい、ズバリ将来の夢は。あ、将来の夢か。よし、まあピアノを弾いて楽しくやっていけたらいいなと思っております。なんか今後の告知とかありますか。告知、告知ですか。じゃあ、29日に横浜なんですけど、ミクさんのお祭りがあるので、そちらで僕実はゲストで演奏させていただくことになりましたので、もしよかったら横浜に遊びに来てください。ぜひ遊びに来てみてください。本当に今日ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。素晴らしいでしたね、本当に。はい、というわけなんですけれども、それでは次のボカロ P をご紹介したいと思います。続いてのボカロ P は、曲のジャンルは主にロックを中心として楽曲を展開し、あでやかで切ない楽曲を得意とするが、疾走感のある楽曲も捨てがたいボカロ界期待のアーティスト、ヤイリWhoa!
時間は何もなかったね。よっしゃ、ちょっと元気出ちゃったから。いや、なんかね、わかんない、なんか切れちゃったんだよね。だから切れちゃったからさ、どうしようかちょっと迷ってるんだけど、あ、そうそうそう、じゃあね、コメントを拾おうかな。なんだっけ、今作った話と、あと今日あった嬉しかったこと、どっちがいい？今作った話？よっしゃ、オッケー。マイク入ってた？ね、今作った話ね。ちょっと待って、じゃあね。そう、僕ね、この間ラーメン食べ行ったんですよ。全然お腹空いてないのに。ラーメン食べ行って。で、それで、全然お腹空いてないのに、ラーメン頼んだのね。まあ、そうなるよね。そしたら、まあ、全然お腹空いてないんだけど、ラーメン頼んだら店員さんが、これ、大盛りと、あとライスも無料でつきますけどって言われたから、全然お腹空いてないのに、お願いします。って言って、まあ、それでその時に、あ、じゃあお客さん、餃子もどうすか？だから、あ、餃子はお腹いっぱいなんでいいですって言って、こんなんで呼ぶね、こんなんでいいよね。で、だからみんなに今日言いたいことはね、お腹が空いてないのにご飯食べに行くのはやめようってことね。そんぐらいしかないでしょ。だって昨日消えちゃったんだもん。もうどうしようもないっすよ、もう本当に。何する？一発芸？じゃあね、どうしようね、ドラえもんが絶対に言わないこととかでいい？あ、ドラえもんとかちゃったこれまずかった。ドラえもんが絶対に言わないこと言うわ。のび太くん。しょうないでしょ、もう。だって切れちゃったんだもん、しょうがないじゃないですか。ね？たくん、これを使って。そうね、どうぞ使ってください。だから、モントミントの皆さんもね、本当にお腹が空いてないのに、ご飯を食べに行くのはやめましょうね。なんで？だってお腹が空いてないのにご飯食べに行くのおかしいじゃん。ねえ、いやー、ほんと申し訳ない。しゃっ。さ、一つだけさ、言いたいことって、このギター借り物なんだよね。借り物で回しちゃったんだよね。ごめんね。よっしゃ。じゃあ、次の曲はね、つい最近、昨日殿堂入りした曲がありましてですね、僕人生初なんですよ。ありがとうございます。イエーイ。うるせえ、何じゃと思ってんだ。カラオケもおめでとう。
袖やってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。よっしゃ、じゃあそのね次の曲やって僕は帰ります。いいよね。帰るでしょ。早く帰りたいよ。もうダルピーさんとさバジーさんと一緒にさ帰ろう早くって。ご飯食べ行こうって。はい、ふざけたばっかり言って俺本当怒られちゃうからね。じゃあ、次の曲やってね終わりしたと思います。ありがとうございました。やりでした。アセンカオフラストレーション。Yeah.
かでしたでしょうか。はい、そうですね、ライブみたいなことしてしまって本当申し訳ないなと思って。すっごい MC 面白かったですよ。私のマネージャーが爆笑してましたよ、ずっと。はい、いいキャラだ、ぜひうちの事務所に。ライブ中に弦が切れたのは初めてということなんですか。いや、初めてじゃないです、もう3万回ぐらいやってます。かっこいいっすね。結構切れることはあります。別にじゃあテンパらない感じ。だって弦は切れたんですからね。まあ、そうですね、弦は切れ、どうしようどうしようって言っても弦は切れてますからね。切れてますからね。今日はラーメン食べるのって書いてあります。今日ラーメン食べたいですね。ちょっとダルピーさん、バジーさん行きません？後で行かないですか。あ、行かないですね。なんかどこのラーメンが一番好きとかありますか。ないっす。ラーメン屋ニコファーレの近くにありますよって。本当っすか。行かないっすね、多分。すごいいいキャラしてますね。はい、最近アレンジしてみたいなと思うボカロ曲はありますか。アレンジしてみたいボカロ曲は、ないっすね。ボカロ P をやっていて今までで一番嬉しかったことは。いや、もう昨日の殿堂入りです。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。近々の告知とかってあったりしますか。告知はないんですけど、なんかあるかな。ああ、ちょっとバンドもね、そろそろまた始めたいなと思ってて、あと、そうっすね、そんぐらいですかね。他別にない。ギターは何本くらい持ってるんですか。ギターは2本持ってるんですけど、今日のは借り物なんで、友達にこれギター回していいって聞いてないんですよね。これやばいっすよね。見てないよね、絶対見ないでね、怒られちゃうから。はい、何歳から音楽を始めたんですか。ちょっと質問多くないですか。はい、何歳から、僕中学校3年生ぐらいから、だから高校1年生ぐらいからギター始めて、まあなんやかんやあって、まあ今に至るんだと思いますけど、高校生って何歳ですか。1年生って 16やったら今僕25なんですけど、もう9年間もこんな自堕落な生活をね続けていてね、ほんともうそりゃ膝にも爆弾抱えますよ。抱えますよ。そうですね、いや本当にすごい楽しい演奏だったと思うんですけれども、皆さんもう一度大きな拍手をもらえると嬉しいです。よっしゃ、じゃあね、僕がね、次のね、ボカロ P をね、呼ぶことになったからね、僕が呼びます。よっしゃ、次のボカロ P はね、何、誰誰誰誰、あ、エルミ教えてあげて。はい、あ、僕呼んでいいですか。いいですよ。いいですか。はい、ヤエリさん、ありがとうございました。それでは次のボカロ P をご紹介。疾走感アフ？ん？ん？ん？ ん？ あ、次のボカロ P は主にストレートで疾走感あふれるメタル、エモ系を得意とし、曲中のギターも自ら演奏。一つ一つに魂を込められた確かな音と、間奏で繰り出される早弾きは聴く者を圧倒。他の演奏作者の楽曲ではギターソロも担当し、猛烈なテクニックで熱き花を添えるボカロ P、 ダルビッシュ Thank you.
そうです、ダルビッシュピアス、こんにちは。はい、注意します。はい、改めましてこんばんは、ダルビッシュピーです。すげえなんか喉がカラカラで、あの声が出づらいです。ですね、あの一人でね、あのセンターでやるのは初めてで、あの非常にあのやり場に居場所がないので、あの非常にあのテンパっております。皆さん楽しんでますか？イエーイイエーイイエーイ。 OK、 これがやりたかっただけです。ちょっとね、すいませんね、あの僕今回あの一曲一曲チューニングしなきゃいけないんで、あの間が持ちません。あ、そういうのでお願いします。あ、なんかいや、セッションをどうぞ。そんな盛り上がる曲じゃありません。聞いてください、皆さん、思い出ありますか？聞いてください、思い出かけら。
難しい。あのね、これ本当に難しくて、昨日とか、ちょっと真っ白になりながらやってました、本当にマジで。スーパーチューニングタイムあります。なんかよくねこれマジで。何もやってません。ですね、ちょっと今ボカニコなどってつぶやいていいですか。いいですか。みんなは携帯出しちゃダメだからね。いきます。ボカニコでツイッターナウ。はい、ということで次の曲は、この振りでわかるよね。じゃあいきます、聴いてください、ツイッター。Yeah.
ルシピーでした。イエーイ、いやかっこいいですね。いやいやいや、どうでしたか。あ、最高に楽しかったです。ありがとうございます。いや、いつぶりのライブですか。約1年ぶりです。はい、はい、ちょっとブランクが来ました。いやでもすごいかっこよかったです。すごい感動しました。あ、ダルビッシュ P といえばギターの早弾きですが、憧れのギタリストさんなどいらっしゃいますか。タック松本さんが好きです。イエーイ。それはいつなんか憧れたんですか。中学2年の時ですね。はい、きっかけでギターをって感じですか。そうですね、まあそんな感じです。はい、すごいかっこいい。1曲作るのに大体どれぐらい時間がかかりますか。はい、1ヶ月です。すいません。なぜ謝ったんですか。一番短い時間でできた曲は、でもそれでも僕ちょっと遅いんで、1週間ぐらいかかりますね。でもそんだけこうキュッて詰まってるからすごいいい曲ができるわけですよね。ね、まあ、あのツイッターばっかしてるんでちょっと本当はかどらないんですよね。すいません。わかります、わかります。ボカル P として次の目標は。目標、そうですね、もっとなんかいろいろできるようになりたいです。こんなことやりたいとかないんですか。ボカロ P としてどうかは分かんないですけど、歌ってみたりたいです。おお、どんなの歌って、とりあえず何歌いたい。ごめんなさい、ちょっと適当に言いました、ごめんなさい。いやでもなんかぜひツイッター歌ってるの聞いてみたいですよね。ありがとうございます。期待しています。ありがとうございます。メジャーデビューしてから変わったなと思うことはありますか。そうですね、髪の毛の量が少なくなりました。イエーイ。そうですけど本当です。はい、どっちですか。ちょっとなんか誰かに似てるって言われたことないですか。それは毎回言われます。誰に似てるって言われます。今誰って思いました。私は清水翔太さんに似てるなって思ったんですよ。誰に似てるって言われますか。伊藤敦史さんと岡村さんです。イエーイの意味イエーイって。そうですね、はい。というわけで告知などありますか。告知、仕事ください、お願いします。ありがとうございました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。いやー、ほんとかっこよかったですね。感動しました。いて、歯にぶつけてしまった。歯にガッて。はい、というわけで、もうイベントも終わりに近づいてきた模様でございますが、皆さん、まだまだ盛り上がる準備はできてますか？ありがとうございます。さて、次は、バンドサウンドによるハードで、重い音に乗せた胸を締め付けるような歌詞が特徴。ジャンルは主にロック。その中でも特にボカリーモ、すなわちエモ風の楽曲を得意とするボカロ P、 バズ G。
ます。今日はよろしく。ごめんなさい、前の2人と違ってちょっと僕全然面白いこと言えないんで何にも期待しないでください。この間には、ね、なんか準備があるらしいのでなんか喋ってくださいっていうことで、はい、ミートコーナー行きます。僕もスーパーチューニングタイム入りたいんで。じゃあ次の曲、星の歌っていう曲です。I'm not afraid to die.
ありがとう。なんだろう。何も喋ることない。何も考えてない。どうしたらいいんだ。教えてくれ。なんだろう。まあ、告知したいことはちょっとこの後喋ります。この後もなんか。次の曲なんだけど、なんか人生において、なんか人生の話になっちゃったけど、人生においてこうなんかたった一つ貫き通さなきゃいけないこととか、あの僕だったら音楽だったりとか、みんなだったら何か分かんないけど、一個だけ貫き通すものがあったら素敵じゃないですか。なんかそういう曲をやりたいと思います。シワという曲です。Yeah.
ありがとう。はい、ありがとうございました。もう一度大きな拍手お願いします。どうぞ。素敵でしたね。いかがでしたでしょうか。あ、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、以前作詞は、歌詞は自分の中にあるものから出てくると言われていましたが、何かに影響されたものとかありますか。過去、映画とか小説とか、閉じ括弧。歌詞は、なんだろう、わかんないっす。なんだろう、ちょっとわかんないっす。わかんないっす。ニコ動に投稿するきっかけは、ダルビッシュピーに勧められたからというのは本当ですか。本当です。あのピアプロというところに曲だけ上げていて、でダルピーが聴いてくれて、たまたまほんでニコニコの投稿の仕方全然わかんなくて教えてもらいました。そうだったんですね。皆さん、今日のライブいかがでしたか。楽しかったですか。ありがとうございます。さあ、今日演奏した曲にまつわるエピソードなどはありますか。あんまないっす。てか、あの演奏した後にこうすごい声でマイク向けるってハハハしてる時にね、やるのすごいド S ですよね。ね、こう上がってる時にすいません、本当にたくさん質問してしまって。でも質問します。最近気になっているボカロ P さんとかいらっしゃいますか。誰だろう。俺かな。いいと思います、いいと思います。はい、というわけなんですけれども、さあ今後のなんか告知とか予定とかあります。実は9月19日にビクターからサードアルバムのゴーストトレイルレベリーズというアルバムが出ます。あのなんかあの URL とか出してくれるって言ってたんで、運営の人がなんか上に出てるらしいんで、ちょっと皆さんアクセスしてみてください。これは皆さんチェックですね。はい、という感じなんですけれども、本当に今日は皆さんありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、というわけでですね、いよいよラストに次の方でなっちゃいます。ねえ、本当に名残惜しいんですけれども、さあでもラストのボカロ P さんはですね、ボーカロイドのクリエイターでバラワードといえばこの人、ラストを飾るにふさわしく素敵な詩とメロディーを奏でてくれるでしょう。ドリコ。はい、というわけなんですけれども、なんとですね、今日このドリコさんのステージをさらに盛り上げるためにある方が駆けつけてくれています。それではどうぞ。皆さん盛り上がってますか。初めましての方は初めまして、歌のサポートで、サポートメンバーとして、急遽参加させていただきました、歌い手の花たんと申します。どうぞよろしくお願いします。今回、私と仲良くさせていただいているドリコさんがニコファーレの舞台に立つということで、応援に駆けつけてしまいました。どうぞよろしくお願いします。はい。あれ、はなたん。はい、こんばんは。こんばんは。これなんかすごいですよね、これ。いや、そうなんですよ。すごくないですか、これ。こうみんなの顔も見えるんですよ。ウェイ。こう顔出ししない人のためのものですよね、本当にこれは。はい、なんか花たん、はい、いつものなんか10割増しぐらい可愛いけど。そうなんですよ。なんか普段こんな可愛い服着させていただいたことないんですけど、はい、どうですか皆さん、どうですか。すごい、後ろもちゃんとあるんですよ。はい、どうですか。じゃあね、ゴミちゃんの T シャツ着てる、最善のゴミちゃんの T シャツ着てるメガネの、はい、君どうですか、どうですか。ありがとうございます。かわいいいただきました。ありがとうございます。もう一人ぐらい。いや、もう一人ぐらいちょっとみんなアピールしてください。ウェイウェイ、ウェイウェイ。どうしようかな。誰にしようかな。じゃあ、そうだな。ちょっとこれまた最善になっちゃうんですが、最善の真ん中の方の女の子の方、青いサイリウムかな、黄色いサイリウムかな。
あ、はい、あなたです。どうでしょうか。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。はい、ふう。めっちゃ緊張する。はい、でですね、ここで、この、ニコニコ、なんだっけ、ニコニコナイトニコニコナイトライブステージ Day2 の、ステージを、素敵な演奏でサポートしてくださったというかしてくれた、バンドミントさんの、メンバー紹介を私がさせていただこうと思います。はい、はい、ではいきます。いきます。ベース、うん、青井刹那。はい、ドラム、しょぼーん。はい、キーボード、赤井流星。はい、最後、ギター、テスト。はい、このもう2日間本当にお疲れ様です。お疲れ様です。ではその早速ですが、私が、ドリコさんの演奏で1曲歌わせていただこうと思うんですが、皆さん準備はよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは聴いてください。雨か嫁。
あなたありがとう。ありがとうございました。以上花さんでした。またどこかでお会いできたらお会いしましょう。ではさよなら。バイバイ。はい、1曲目アメか夢を聴いていただきました。改めましてドリコです。今日はよろしくお願いいたします。こうなんでねキーボード弾いてたのに立って MC しなくちゃいけないかっていうとちょっとね場面キーボードの移動が入るんで、さてとね、この間に僕は何を喋ったらいいのかな。みんなねいろいろ面白い話をしたり、まあミント先生に頼ったり何どうしよう、なんか面白い話でもしたいのかな。じゃあどうしようかな。あ、じゃあ一つちょっと持ちネタ、よく話す話があるんですけど、僕以前ですね、ちょっとテロリストに間違えられて捕まったことがありました。川崎のあたりをですねちょっとこうバイクでですねこうベーヒャッハーって言ってこう走ってたんですね。そしたら城から白バイが迫ってきまして、そこの前のバイク止まりなさい止まりなさいみたいな感じでこうなんか白バイ 2,3 台ぐらいにつけられて、あ俺何したんだろうと思ったらですね、その時バイクにちょっと縦長の荷物を布団にくるんでこうなんか車体の横にくくりつけてたんですね。ただ単に傷がつかないように毛布でくるんでただけなんですけど、あら君バイクから降りなさい早く離れなさいみたいなちょっと感じで言われまして、そしたらこう一人の警官の方がこうその自分のバイクを、君以外この荷物ほどくからねみたいな感じで言われたらですね、でこう毛布が剥がされて中からまあ普通の何でもないごくありふれた家庭用品が出てくるんですね。先輩これバズーカじゃないですみたいな。みたいなんですね。嘘みたいな話なんですけど本当なんです。それでその後なんかその先輩と言われた方みたいな方、君いいかいここを通るときはそういうものをつけてると怪しまれるから、今ねほらなかなか日本もテロ対策とか力入れてるからみたいな話をする。あどうそうか僕はテロリストに間違えられただなって言ってる間に準備ができたんで、まあやべ俺何話してんだろう。まあ、そんな時のですね、こう気持ちを、歌に込めまして、違うのか。さっきまで皆さんこう縦乗りのねギターとかの方でガンガン盛り上がったんですけど、まあ僕はもう結構古い人ですし、まあここからはもうちょっとしっとり歴史を感じる時間ということで、僕の代表曲になるかと思います。じゃあ聴いてください。ロミオとシンデレラ。私は
緊張しますよね。皆さん元気ですか？もうあっという間に最後なんですけれど、ありがとうございます。まあじゃあちょっとだけ少しだけ真面目な話してもいいでしょうか。早いもので多分このライブもみくちゃんの5周年っていうのとほとんど一緒のタイミングでやってるかと思うんですけれど、初音ミクももう発売されて5年です。で、僕も初めて曲を上げてからもうすぐ5年経ちます。多分オスタさんとかと並んで自分なんかは一番初期の頃から上げてるもう数少ない生き残りまあなんて言うんでしょうかね、子さんというのか、まあ、悪く言うと老害とも言うんですけどでも5年前の時に、こうやって初音ミクとかが出た時に誰も、まあ言い方悪いかもしれないんですけど、こういうのがあと5年も続くとか5年後こんなイベントやってるとかって多分誰も思ってなかったと思うんですね。で、僕らみたいなのが曲を作り始めたりして、そして今日ここに来ていただいているように、まあ、作ってる方もいるかもしれないですが、聞いてくれる方、イベントに来てくれる方、まあ、そういった皆さんがいて、まあ、みくちゃんもですね立派になりまして、こういったイベント、ができたり、こんな5年経った今でも、ね、こんなにみくさんはね、みくさんっていうかボーカロイドはこう立派な文化になりました。で、僕なんかはもともと何て言うんでしょうか、例えば音楽で俺は飯を食うんだとか武道館をいっぱいにするんだとか、そういう感じで音楽を始めた人では全然なくて、最初の頃なんていうのは本当に数時間とかで遊びで作ったような曲とかを上げていたのを、まあ聞いてくれなかった、聞いてくれなかったじゃない、聞いてくれた人がたくさんいたりして、まあ、こういうイベントにも出るようになったりと、まあいろいろなんかこう感慨深いものはあります。
ね、もうすぐ自分も上げて5年ですが、まだまだ僕は最近全然上げてないとはいえ、もうボカロ P としての活動を続けていくつもりではありますし、全然いつ上がるんだって話なんですけど、今も曲を作ったりしています。あ、ボカロ曲ね、うん、なんで、まあ、これからも、ね、まあ、こういう古い人間もいるんだなっていうぐらいですけれど、まあ、聞いていただければ嬉しいなと思っています。まあね、自分だけじゃなくて他の、ね、ボカロ曲とかも含めて今後ともね、ボーカロイド皆さん何卒よろしくお願いしまーすというところで、最後は、まあ、ちょっと恥ずかしくもあるんですが、僕がもうボカロ P を当時やめようと思って作ったんですけど、意外に多くの人が聞いていただいて、やめざる、いや、なんだろう、ずるずるとやめずに、やめないきっかけになった曲なんで、もうだいぶ古い曲ですが、4年ぐらい前かな。最後に聴いてください。歌に形はないけれど。僕らが残した砂の城は
ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。いやー本当に素敵な曲ですよね。どういかがでしたか、やってみて。いやーなんかここに会場にもたくさんの人がいるんですけれど、多分ニコ生とかで見てくださってる方もたくさんいると思うんで、ここにいる以外にもなんかなんだろう、もしかしたら何千何万とか見てるかと思うと、やべえ。そうなりますよね。私も MC やべえって感じなんですけれども、花壇さんとああいった形でコラボをしてみていかがでしたか。花壇が歌がね、すごいとかもちろんなんですけど、技術的にね、あれ僕も初めてこの間見てびっくりしたんで、なんかこれ他にも使えそうだなっていう気がすごく花壇ともしてたんですけど、してるんでね、なんかあれでライブできんじゃないかっていう、ってことでね、ぜひ今後の花壇に期待してくださいっていう本日最後ということで、今後のボカロシーンについて一言お願いします。さっき自分も4年5年も見てきたっていうような、なんか偉そうなこと言ったんですけど、何が流行ったりとか、ボカロの流行りの曲調とかもいろいろ変わったりもしてますが、もう本当にいろんな曲皆さんが上げていただいて、どんな曲もね、シーンを盛り上げて、楽しくやっていけると思うんで、ね、これからもみんなね、ボカロ楽しんでいければね、いいよね。ドリコさんありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。はい、というわけでそれではね、もう最後なんですけれども、本日出演してくださったボカロピーさんたちをですね、皆さんを呼びたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、では一言ずつもらえたら嬉しいなと思います。お願いします。はい、お願いします。なんか立て続け、あれあれこれ、あ、入ってる。なんか立て続けであれなんですが、またねこういうイベントあったらぜひ出たいとも思うんで、また呼んでください。そして見に来てください。今後ともよろしくお願いします。すぐあれですね、ミックが発売して5周年ということで、こういう大規模なねライブがあって、さっきドリコさんもね、歌に形はないけれどの前でなんかちょっと感動的なこと言ってましたよね。なんか俺はずっと前からミクに歌わせててとかいうのを聞いてて、私の方が早いんだよなって思ってた。僕前なんかのインタビューとかで言ったことあるんですけど、僕オスタさんのミラクルペイントを見て、ああこういうミクっていうのがあるんだと思って初めてあげようと思ったんで、実はオスタさんがいなければ僕もボカロ曲作っていなかったんで、そういう意味では神様じゃあ今度から姉貴って呼んでくれ。喋りづらいやでも本当ね、ミクさんの歴史ももう少しで5年ということでね、これからもちょっと僕も傍らに関わっていけたらいいなと思います。いやもう本当楽しいイベントで、もう半年ぶりに服買って本当良かったと思います。ありがとうございました。なんかすいません、なんかお風呂上がりみたいな格好してた。本当すいませんね、なんかだって出ろって言われたからしゃあないじゃないですか、こっちだって。じゃあ出ればいいんでしょ、出ればみたいな顔してやってましたけどね。言いたいことは特にないんす。あ、そうですね。じゃあこれからの人生なんですけれども、いろいろね、辛いこととか悲しいこととか嫌なことってたくさんあると思うんですけれども、全部僕のせいです。ありがとうございました。楽しかったですか。俺もめっちゃ楽しかったです。お疲れ。ありがとうございました。向井治でした。
というわけで本当にありがとうございました。ボカニコナイトライブステージ Day2 はこれにて終了いたします。まだ時期は未定なんですけれども第2回も予定しておりますのでぜひぜひ皆さんお楽しみに。というわけでですね、最後は皆さんで叫んで終わりたいと思います。私が、私がと言いますがボカリ P さん含めたこのステージ上の私たちがボカリコーと言いますので、会場の皆さんはナイトーと叫んでもらえると嬉しいと思います。それでは一回練習の感じでやってみたいと思います。練習大事ですよ、練習。はい、いきますよ。えい、せーの、ボカリコーナイトー。オッケーオッケー、いいですね、オッケーですよ。はい、オッケーです。はい、それでは本番いきたいと思います。皆さん最後ですよ、最後いきますよ、せーの、ボカニコー